え、お茶出し係？テラブリューでコーヒーを受け取る。やだ、なんかもう就活を思い出すからやだわ、面接とか。病院があそこにも。ボルホテル。どうも。テラブリューへようこそ。ご注文は？ああ、龍神の注文。あなた新人さんね。トモはどうしたの？ついに俺はクビになり、後釜にこんな魂のない奴を据えやがった。え？トモ、残念ね。あなたが昇進のためにどれだけ頑張ったかはよく知ってる。夜もデスクワークをして、コーヒーを運んで、横柄なウラルチェンに媚びを打って、その結果、どこの馬の骨とも知らない奴に仕事を奪われるなんてな。何があった？原因がわからない。媚びを売る相手を間違えたか？コーヒーが冷めてたのか？あいつらは説明すらろくにしなかった。まるで犯罪者扱いだったよ。警備員にビルの外まで連れ出されたんだ。ウラルチェントは誰だ？自分の上司の上司も知らないのか。あ、すいません。ウラルは龍神の事業本部長だ。いや、会社専属のサメと言うべきかな。奴に血の匂いを嗅ぎつけられたら全て終わりだ。残りの選択肢がどっちもなんかやだ。まあそうだろうな。この会社では誰一人謝罪の気持ちなんて持ってない。そして俺がクビになった今、あいつらがお前に俺を負わせるのは時間の問題だ。だから自分の手で解決することにした。いいか、俺かお前かどちらかが死ぬ。やめて。どういう意味だ？龍神の事業の詳細を知りながら黙って去ることはできない。自分から去ったわけじゃなく、クビにされてもだ。奴らは不満を持ってる従業員の頭にそういう知識が残るのを嫌う。あいつらがお前に俺を追うよう命じるのは時間の問題だから、自分の手でケリをつけることにしたのさ。これさ、面接の一つじゃないよな。とりあえず説得するか。話よく聞け。自分がこの仕事にふさわしいと示すチャンスをやろう。こっちの気が変われば素直に消えるよ。失敗したらどんな結果になるかは分かってるよな。出た、これか。ちょっとこれプラス2の割にはこれにしてみよう。いけ。ダメ。自分の方が優秀なつもりか、勘違いするな。じゃこれ、よし。そんなに優秀なわけはない。今はまだな。これさ、説得ゲージが溜まりきらない場合どうなるんだろう。これじゃラッチが開かない。ああ、また龍神に役立ちまいそうだな。決着をつける。ちょっと会社まで逃げてみるか。助けて助けて。あ、セキュリティが。いや、セキュリティに任せてもあれだから。クビになったエンジニアのケツを拭いてやろう。あ、いよえー。説得失敗しちゃったからしゃあないな。あれは？あ、そうそう、コーヒー受け取ってねえんだ。コーヒー。クライアントメディカルの物資が足りていないらしい。コーヒー。これで今日は退屈に終わらずに済んだわ。え？ねえ、揉め事はごめんよ。でも警備員を呼んでこの死体を片付けてもらわないと私がクビになってしまう。はい。すぐに龍神に戻って。あなたがしたことに関しては何も心配しなくていい。はい、コーヒーもらった。
死体を片付けてもらってって言われたけど、サブタスク別に発生してないな。うわ、コーヒー受け取りに来ただけなのに、なんでクビになった社員に殺されかけないといけないの。オフィスの仕事って嫌い。これだけ時間が経っているからコーヒーが冷めていないといいけど、この町のチリか邪魔者をかわす方法を学ぶ必要があるわね。どうして遅れたの？本当のことを言っとくべきなのかな。いい答えね。あなたが戻る前に何が起きたかは聞いていたから、その答えを待っていたわ。友が起こした事態への対処は大したものだった。そこであなたには別の役職で活躍してほしいの。優子は不在で反対できないし、たった今からあなたは別の役職よ。おめでとう、あなたは昇進したわ。初日にしては悪くないわね。そうでしょ。ほう、新しい役職について。説明しましょう。あなたを下級工作員に昇進させる。このポジションはもう少し複雑で極秘任務になるわ。あなたの主な任務は、必要なら影響力を行使して業務の成功を確実なものとすること。ここまでで何か質問は？会社の汚れ仕事をやれということでは？突き詰めたことは聞かないでおこう。本当？思っていたよりもスムーズに進んでいるわ。さて、コーヒーを取ってきてちょうだい。は？私はもちろんもらうわ。優子はまだ来てないから、彼女の分はあなたがどうぞ。他の人たちは会議室であなたを待ってるわ。はい。あ、コーヒーあげて。幹部の人らかな。元社員をとりあえず殺して下級工作員って本当に大丈夫かこの会社。ああ。どうも。ああ、コーヒーか。子会社を支援するためにはトランクイリティをもっと買うべきと思うだろうが、テラブリューがいいんだ。テラブリューを買収できれば大きいが、私たちはトランクイリティブランドを育てるつもりだ。現在これから5年以内にテラブリューを超えると予測されている。お茶の話はこれぐらいにして自己紹介させてくれ。私はリンデン・カルデリ、最高財務責任者だ。君がヘマをするたびに報酬から経費を差し引くのが私の役目だ。聞いた限りでは頻繁に起こりそうだが。なんで？汚れ仕事さっき処理したばっかりなんだけど。失敗しないから差し引かれることはないの。どうだか、失敗したことのない工作員は今のところ存在しない。挨拶した印象だが不快ではなかった。今後会う時も同じように建設的であることを願う。最高財務責任者、この人。この人は喋れ喋れん。あ、ちょ、喋れん。あの、後回し。やっとコーヒーが来た。さて、どんな人か見てみましょうか。目の保養になりに来たわけじゃない。保養になるならいいんだけどね。法務部の責任者、アレクシス・プライスよ。単刀直入に言うと、あなたが工作員として起こす法的な問題は私の問題になる。目撃者を残すとか逮捕されるとかね。だから当局は避けなさい。バイユ行政官や自由構成レンジャーとの間にコネはあるけど、できれば乱用したくないの。はい。約束はできない。必要なことをする。遺憾ではあるけれど仕方ないわね。最優先すべきは任務の完了だもの。ただその影響で苦しむ人がいることは知っておいて。ちょ、こいつめっちゃソワソワしてんだけど、なんだなんだ。コーヒーを取ってきたら下級工作員ってわけか。カムデン長、龍神のサプライチェーンマネージャーだ。
一緒に仕事することはあまりないだろうけど、同じ部門の一員だ。そこらで会うこともあるだろう。コーヒーだけ持ってきて別に工作員になったわけじゃないぞ。汚れ仕事をやったんだぞ。覚えてたんだな。テラブリューのコーヒーにあまり多くは求めていないけど、グラインダーは壊れかけだったと思う。ともかくチームへようこそ。ああ、言っておこう。普通は君のような立場の人が龍神インダストリーズの明るい面を見ることはない。でも安心してくれ。素晴らしい会社だし、私たちの仕事は何百万人もの役に立つ。はい。ついさっきまでドス黒い部分見ちゃったけどな、この会社の。まあ、この会社が龍神星系でトップのテクノロジー企業なのには理由がある。もしここが根っからの悪だったら、未だに業務を続けていられるわけがない。もちろん、そのうちに自分の意見を持つようにもなるだろう。先入観なしにやってくれ。それから、コーヒーをありがとう。最後この人。あ、ちょうどそれが欲しかったの。イモジェンが新人を雇ったって言ってたわ。私はジェヌビエーブ、マーケティングと広報の責任者よ。広報。私だけでなく部門全体の力よ。とにかく新しい工作員の顔を見られてよかったわ。質問は一つだけ。あなたはどれだけ問題を起こすの？はい。結果にしか興味がない。やれやれ、手がかかりそうね。忘れないで、あなたがヘマしたら私とチームは残業と睡眠不足がずっと続くの。だから慎重に動いてくれたらありがたいわ。はい、挨拶終わり。顔合わせは楽しめた？あなたが仕事で影響を与えることになる重役たちに会いたいかと思ってね。基本的なテーマはバレないように。それは普通ね。何人かの重役に会ったことだし、仕事を始めましょう。ケルトコープの連中が研究開発部のサーバーにハッキングを試みていたという確証をつかんだ。私もまさに同感よ。連中に契約を勝ち取らせることも、報いを受けずに逃がすことも許容できない。奴らのコンピューターからアップロードしてもらうファイルの入ったデータスレートを渡すわ。オッケー。忘れないで、この件は機密任務よ。ケルトコープの誰にも不信がられてはいけない。最終的にあなたがそこにいた事実すらなかったことにしなければならない。これがスレートよ。幸運を祈るわ。まあ、目撃者全員消せばいいんだろう。簡単な話。ケルトコープ、こっちか。ネオンコア探索。え、この惑星探索できるところあるのか本当に。面倒を起こす。ここにもガルバン。トレードタワー。ケルトコープ、これあれか、テナントビル的なやつか。ケルトコープ、どうも。話せない、もうすぐ締め切りなの。はい、でも大丈夫ですか？入っちゃいますよ。この後のここに何時間何をするの？さあな、とりあえずここを離れる。あ、ちょっと待って。ずっと邪魔されてばかりなんだよ。休憩の間。これ誰にも見られちゃいけないやつや。多分。今日はいまいちね。むしろ今月はずっといまいちだよ。なあ、もういい。テラブリューに行く。今すぐだ。そう、この日これ気になるか？これがネオンだ。普通にオフィスに入っちゃってますけど、ナチュラル。ちょっとまずこの辺、セキュリティどっか行け。あー、そこで止まるな。あ、動いた。
コンピューターなのにデジピックで解除なのか。OK。アップロード。よし。はい。私は何もしてない。さようなら。ザル警備すぎんか、ここ。全員始末するとかではなかったな。終わりましたよ。あら、最初の任務を切り抜けたようね。うまくいった。つまずきは何一つなしか。思った通り、あなたはこの仕事に適任だったわね。思い起こせば、つまずきというのは人によって様々よね。クリーンな仕事をすれば、それだけ報酬にも傷がつかないわ。何これ。クリーンな仕事には定評がない。否定する感じの返答か。はい、クリーンな仕事しましょう。これクリーンかは知らないけど。ええ、それはそれとして、例のスレートは適切に処分させておくわ。さて、ネット上のいたずらができるようになったなら、今度はちょっとした工作をやってみましょうか。はい。我が社の子会社のアルゴロンが現在ラレド社と契約をめぐって争っているわ。バイヤーはクリーンな取引相手を望んでおり、アキラシティのラレドに査定のために代理人を派遣しようとしている。あなたにはまず彼らのオフィスを訪れ、ラレド社が犯罪に関わっていることを示す証拠を置いてきてもらいたい。オッケー。視察は監査と似たようなものになるわ。大抵はかなり徹底的に調べられるでしょうね。書類整理棚、デスク。あなたなら賢くやってくれると信じている。よろしい。これは簡単な仕事のはずよ。ケルトコープとは違って、ラレドは独自のビルを持っている。だから対処すべきセキュリティは一層だけね。これがあなたに仕掛けてもらうスレートよ。ラレドがとても怪しく見えるようになる機密ファイルが入っている。さあ、行きなさい。待てよ、これケルトコープがザルすぎただけでだんだん難しくなっていくっぽいな。でドンパチでもないし、本当にその同業他社を陥れるための工作をやってるって感じだな。ステルス系スキルちょっといるんじゃねえか。ステルス系ってどれに当たるんだろう。あ、説得、これか、これか。ステルス、せっかく1ポイントあるし、どこ？すげえな、ランク4は。ステルス中の発見されにくさ 100% 上昇。シャイアン星系のアキラ、これ違う星かもな。ジャーンプ。製品ってスキャンされるの具体的には何なの？盗品とかかな。アキラシティ、あ、工作やっていくぞ。あなたの船は悪くない。あざす。グラブジャンプの前になると緊張する。船に、ダニエル・ブレイク保安官の命令により報告する。ガルバンクで事件が発生した。危ない状況だ。近づかない方がいい。ガルバンク？強盗ですか？保安官が喜びそうだな。正直状況はあまり良くない。膠着してる。手を借りた方がいいかもしれないな。私ただの冒険者ですけど。お、
人質を殺す。応答ですね。信用できる奴を連れてきたら教えるかもな。例えば？お前やレンジャーはダメだ。町の警備隊もな。では一体どうしろと？下がった方がいいぞ。今すぐ。何が起きている？人質を取られている。下がってくれ。さもないと警備に引き渡す。いや、助けてあげようとしてるんですけど。すまんが君のことを知らない。下がってくれ。そんなことはないと言いたいが、実際追い込まれていてね。シャーギャングの一味が強盗を試みたが、セキュリティに見つかった。中にいた全員を人質に取り、こちらが動けないように見張ってる。連中はインターコムで連絡を取っている。ほう。私と話す気はないようだ。バッジ持ちは信頼できないそうでな。中立の交渉人を求めている。裏を返せばこうなることを予想してなかったってことだ。作戦を思いつくまで時間稼ぎをしてる。説得できるか？できるかもしれない。ああ、許可してもいいが、先に確認しておく。好きに交渉していいが、何を要求されようと連中に何もやるつもりはない。それから人命がかかってる。軽率な行動は慎め。要求を聞き出し報告してくれ。おい、犯人に次ぐ。交渉人を出すから撃つな。いきなりタスク変わっちゃった。行きますよ。説得か。お前が交渉人か。俺たちを降参させられると思ってフラフラやってきたなら大間違いだ。交渉人というか工作員なんだけどな。よろしくジェド。ビッグボーイだ。礼儀正しいな。それでだな、まずお前が信頼に足るって証明できるものはあるか？うん、説得。誰だか知らないが、お前の約束に何の価値がある？よーし。騙されない。だ。はい。ここにはもう飽き飽きだ。ちょっと待って、ゲージ要求多すぎる。さっさとここから出たいさ。はい。今気づいた。これ失敗しなかったらターン減らないんだ。頼む、行ってくれ。よーし。わかる。よし、お前は保安官の手先ってわけでもないな。俺たちと同じ結末を望んでる。平和で誰も傷つかないハッピーエンドだ。話をしようか。危うくここで終わるところだった。要求は何ですか？宇宙港までの安全の保証と宇宙船をよこせ。人質は星系内の安全な場所で降ろしてやる。その後で降ろした座標を連絡するから、同盟保安官が部下に回収させればいいだろう。だが軌道を離れるまでにつけてきたりしたら人質を撃つ。分かったか？はい。あんたが約束を守る保証は？俺たちがいつまでもここに閉じこもってたいと思うか？まさか。宇宙船の用意には時間がかかる。自由航性レンジャーの船があるだろう。一隻譲ってくれればいいじゃないか。今回の山は散々だぜ。すぐに終わるはずだった。クリーンにスマートに。わかるだろう。ここは最後まで集中するぞ。仲間がおかしくなりそうなんだ。もうどれくらい耐えられるかわからない。これ船をやるか、もう一度説得を試みるかってところか。
いや、無謀かな。もう一回説得やってみるか。どういう意味だ。これなぁ。緑選んだからといって成功する保証ないんだよな。はい。ダメか。だけど説得ゲージが6もあるからさ、一回ぐらい黄色成功させないと厳しいんだよな。はい。よし。これは絶対やばい。おいおいおい。保安官次第だ。今さら後には引けない。最後までやり通す。誰も傷つかずに俺たちがここを出られるよう宇宙船を用意しろ。そう保安官に伝えるんだな。宇宙船まではダメか。この説得も成功してたら多分ここで降伏するんだろうな。実はスキルのソーシャル？ここにあるんだよね、説得って。何かと説得する場面多いから、これ、早めに得得した方がいいかも。しかも今作、説得する場面で成功率見えないんだもんな。フォールアウトとかスカイリムって、パーセンテージ見えなかったっけ、説得するとき。シャーギャングは我々を全部聞いているが、疲れてるようだ。声が大きすぎる。恐怖と疲労が効いているんだろう。きちんと考えられていない。つまり危険な状況だ。戻ってもう一度話をしようか。いや、時間の無駄だろう。あるいは怒らせるかもしれない。そんな危険は犯せない。はい。ああそうだな。君はチャンスを与えた。連中は自分で掘った墓穴に入るしかない。問題は連中が常に私たちから目を離さないことだ。行動を起こせば必ず奴らに気づかれる。報酬を払ってくれたら代わりに連中を相手にする。何が欲しい？クレジットか？まあいい。この事件を解決するためなら払おう。だが払う以上は人質が無事に出てくると保証してもらいたいね。やり方は2つある。人質の様子を確認すると言って中に入ったら行動するんだ。素早ければ連中が反応する前に一掃できる。それから裏口がある。連中の注意は正面に向いてるから裏はそこまで見張ってないかもしれない。